さあ、今週もフェニックスパワー福井店に来ておりますが、ようこそ。もう枠いっぱいなんですけどもう早めにしてくださいよ。もうこれだけどうしてもちょっと付け加えてほしくて。福井県坂井市にあるフェニックスパワー福井店に来ています。新しいデモカー、はい、スバルのレオーネ。言わないよ。言わない、もう今言わない。レオーネって俺たちの頃のインプレッサってのも言わないよ、もうこれ。あ、そうなの。これスバルの VABWRX っていう。耳っさが入ってかん、頭の中に。ちょっと難しくなったね。インプレッサっていう言葉がなくなって、ほら GTR なんかもスカイラインっていうのがなくなって GTR だけになった。スバルよく似てて。スバルの MVIP ルーム。そうそう。なんだっけ、なんだっけ。VAB。ああそう。VAB。まあ、覚える気ないから。でもう一つがスバルの WRX S4 って、まあなんかよく似たやつのもうちょっとオートマ版っていうか、これはマニュアル。これもまた一番最強モデル。最強最強。で、まあ、最近スバルとトヨタは結構提携してる傾向があって、86とかについてるエンジンは同じ水平対向エンジンやけど FA20 っていう型式のエンジンなんやね。だけどこっちは EJ20 っていうエンジンのままで、まあポートインジェクターっていうインジェクターがついてるやつ、直噴じゃないタイプで、これがこの EJ20 エンジンがこの車で最後だっていうことがもう噂されてて、でマイナーチェンジしたこの VAB なんですけど、結構売れまくってて人気があるんで、これ最後の EJ だっていうんでみんな買ってるんですよ。いわゆるスバルの水平対向っていうことは、いわゆるボクサーエンジンって言われたね。こういうふうにピストンが真横に動くっていうので、ボクサーエンジンっていうふうに言われたんですね。でもあの素人の人はボクシングの真似するとこうなります。はい、はい、そしてエンジン見せましょうか、ね。はいはい、そう、最後の最後のそのエンジンを。あれあれ、あったった。最近わからんやろ。今わざと何年やってると思うんですか。もういや、そうじゃなくて、わあ、これが水平対向エンジンの EJ20 の何リッター 2000cc のターボ。ターボ、はい。あ、これをまたコンピューターチューンして、またチューンしていく、はい、はい。でもかっこよくね、タイヤホイールや足回りやエアロもつけて、まるっきりノーマルなんですね。これがノーマルなんで、でまあ今最後の VAB をいじりたい人のためにちょっとこうこんなになりますよっていうことをアピールしていこうと。なるほど。まだ出てないわけですね、あのコンピューターとかは。今からもう出てる。あ、出てんの。もう出てる、出てる。ちなみにこれでおいくらぐらいから、いくらでコンピューター。コンピューターは168,000。あ、まあ似たようなもんなんですね、はい、そんなもんなんですね。ちょっとぐるっと周り見ましょう。はい、かこれ村君がやったやつだ。でもこれ国産は、でも国産は閉まるんだ。うん、外車は閉まらない。外車は閉まらなかった。これいくらでしたっけ。これも、いや、470万ぐらいやった。なんやかんやいろいろつけたんで、オプション。あのね、うちの村尾君は高いとゆっくり閉めるの、うん、俺は安いとゆっくり閉めるの。なぜかというと、あの安いから壊れないかなと思って俺はね。はい、行きましょうか。その違いですけど、ブレーキとかもノーマル。これノーマル。これおお、うん、なんか効きそうな、ね、うん、感じですけどね。色がね、あの、うん、イタリアのスーパーカーっぽいブレーキの色してるけど、ね、チャージが純正なんですよね。純正純正。おスバルね、でもこれも変えちゃうけどね、ブレーキも。あ、そうなの。うん、あ、マフラーも最初から4本出しなんだ、これ。そう。あ、でこのマフラーも変えちゃう、変えちゃう。うん、あ、変えました。だまあ結構楽しみやなと思って、うん、まあ、これもすごいお客さん来てるんで。なるほど、スバルファンがね。スバルファン、はいはい。けど社長でもスバル得意じゃないですか。得意得意、うん、これスバルの星の数6個なんですよ。うん、なんで6個なの。それも知らないの。6スター 6個なんですよ。これね、一回調べてください。6人兄弟の、うん、で開いたのがスバルの社長は、うん、中島飛行場、中島飛行機やね、もともと。ごめんなさい、マルキルソです。何やでも6個なの、これ。皆さんは知っていましたか。スバルね、はい、これから力を入れてやっていくということですね。はい、はい、そうです。
ありがとうございました。頑張りますんで、はい、ぜひいらしてください。はい、はい。